はあ、今日はやなんが超機嫌悪いですね。皆さんどうもこんにちは。挨拶をちゃんとさせてくるんだよね。皆さんどうもこんにちは。どうぞ。これサブちゃんだからいいの。富岡さんです。あ、それやりたかったの。じゃあパッとやってあげる。せーの、皆さんどうもこんにちは、あやなんです。ポンス富岡さんです。なんだよそれ。今日はね、あやなさんがね、いいか、残んないか、いいか、自分で言って大きくなって、おそーり。今回シートママ怒ってますね。今回は何ですか、このしゃべこのしゃぶちゃんは何ですか。このサブちゃんはママが生理前でイライラしてるから、もう何もしたくないよ。だから、ウーバーイーツで牛タンを食べるよっていうサブちゃん。もうなんか生理前ってどうしようもない心のなんか心臓の奥になんかこう、すごい溜まってるみたいななんか気持ちになるの。信じられないぐらいイライラするんだよね。こんなことにそんなイライラするっていうぐらいイライラするの。ちょっと牛タン来るまで一回ストップ。今日はウーバーイーツをしました。イエーイ。ウーバーイーツ何回やるんですか。ダメですよ、だって疲れたんだもん。もう残れやん。今日ウーバーイーツ2回目だね。はい、じゃあ一緒に食べよう。せーの、さん、はい、いただきます。なんか肉食べたくなるんだよね。うん、ご飯中席立たないで。みんなに見られてるからね。ひまわりチャンネルが見てるかもしれないよ。ポンスくんってご飯の時立って食べてる、恥ずかしいって言われちゃうからね。ちゃんとかっこよく食べて。うん。うん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 。あのさ、ASMRだよ。うん。大きく喋んない。うん。いや、今日はね、うん、やっぱり、うん、この方が美味しくないんですよ。やっぱりね、うん、チュルチュルの方が美味しいんですよ。うん。そうですよ。麺が好きなの？麺。ママは麺もご飯も両方好き。パンも好き。ポンさ、4月になったら何歳になるんだっけ？4。4歳で、4歳になったら何が始まるんだっけ。幼稚園やな。幼稚園、パンス幼稚園やなの。うん。なんで。お家の方が好きだもん。パンスお家大好きだもんね。うん。でも幼稚園も楽しいよ。ここの方がもっともっと楽しい。へえ、嬉しい、よかった。ここがもう、うん、めちゃめちゃ、うん、あの、うん、ここにずっとあのいたい。お化け、夜だからここにずっといたい。でも幼稚園も行ってみたらすごい楽しい世界が広がってるよ。やら、こっちの方が大好きやん。どうしたらいいですかね。もうずっと嫌がってる。もう生理中って本当に何も気分上がんないし、もう最悪。何も好きなの。ですよね。うん。でも、うん。くんがいるとイライラしないでしょ。うん。イライラする。じゃあない。嘘だよ。元気が出る。素晴らしい世界のコンも完売知ってますか。ね、ご飯ちゃんと食べて。あ、かっこいいとこ見せて。もうかっこいい。見て、もうすぐだ。ん？もうすぐなくなるじゃん、えら。全部なくなったら、みんなに見せてあげようね。うん。うん。何のご飯が一番好き？こっちの方が。
ちゃい時さ、お家のご飯、うん、ごちそうさまでした。あ、まだちょっとカレー残ってるよ、ほら。あ、これひまわりチャンネル全部食べてよって見せよう、ほら。うん、ここでかっこいいとこ見せてあげて。こうしたまーちゃん、おーちゃん、ポンスのこと見てね。あむ、うーん、見てもらえるといいね。ちゃんとごちそうさまでした言った？言った。言ったっけ？言った。しかないような、せんような、大好き。もったいないと、マジでポンスは好きなんです。踊ってよ。ダナナ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 ナ。やっぱジャニーズより BTS の方が好きなんだよね。ママが一番好きなアイドル誰でしょう？アイドル戦士ミラクルチューン。違います、全然違います。やめてください。テテ。ブーブー。違います。テテ好きじゃん。やっぱりテテ好きだけど、一番好きな日本人のアイドル誰でしょう？わかんない。アイプロミスの人じゃない、ムーアムーアの人。いや、ヤマト。ヤマトじゃない、ヤマト。ヤマトに見えたんだよね。ヤマダ。ヤマダ。ヤマダ涼介。知らない。口から出ちゃった。なんでヤマダ涼介が好きって言うと怒んの？焼き餅焼く彼氏みたいで可愛い。今日もしばらんと一緒見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ。またママ。